キングスクロス駅の北側にある CSM グラナリービルディングの本部セントラルセントマーチンズはロンドン芸術大学の中のカレッジの一つで著名なデザイナーを輩出している大学 CSM の略称でも知られているアートとデザインの科目を幅広く提供するカレッジとしてイギリスのアートデザイン教育を引っ張っておりファッションアートデザインそれぞれの第一線で活躍する 著名人を輩出している。コースのレベルも多彩であり、5日間から3ヶ月のショートコースやファウンデーションコースから終始過程まである。毎年6月に行われる卒業コレクションや展覧会には各国からファッション関係者やジャーナリストたちが訪れ、注目度が高い。学生に対して絶えず、アートとデザインの境界にチャレンジすることを求めている。 ファッションの印象が強いカレッジだが、あくまでベースは、ファインアートである。1854年に設立されたセント・マーチンズ・スクール・オブ・アートと1896年に設立されたセントラル・スクール・オブ・アート・クラフツが1989年に合併し、セントラル・セント・マーチンズが誕生。その後1999年にドラマセンター・ロンドン、2002年に バイアンショースクール・オブ・アートをそれぞれ迎え現在の CSM となる。セントラル・セント・マーチンズは3つのキャンパスがロンドンの中心にある。2011年からメインのキャンパスはカムデン区のグラナリービルディングでキングスクロス駅から北に歩くで10分程度のところに位置している。駅舎と同じくルイス・キュービットが設計した元小麦用倉庫だった。グラナリービルディングの両側にある 貨物ワイアの間に新しい建物を挿入し、その中央には4フロア吹き抜け全長110メートルに及ぶストリートを設けた。人が交流し、また展示やショーなどにも使える多目的ホールである。CSM 周辺のエリアには広大なキングスクロス、セントラル開発地域、グラナリースクウェア、ダイエート所管、及びリージェンツ運河などがある。将来アートやデザインなど、 クリエイティブ分野への進学を目指す16歳以上の英国人及び世界各国の学生を対象とする世界唯一の芸術専科の寄宿制インターナショナルスクールで2009年欧州最大の芸術大学であるロンドン芸術大学の付属校として設立。イスカ卒業生は名門セントラルセントマーチンズをはじめとしたロンドン芸術大学を含む地元英国の大学だけでなく 米国のパーソンズ美術大学やイタリアのマラン号に、学院など世界の一流芸術大学に進学している。ロンドン芸術大学の日本の公式受付窓口業務を担当しているのが、ユニバーシティコンサルタンツ。1993年から20年以上にわたり、ロンドン芸術大学全カレッジ全コースの相談、入学手続きを行う。相談料、出願料、受験料等無料。 事務所は東京都文京区。ありがとうございます。